今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。皆様お元気でしょうか。我々は元気です。これがやりたくてしょうがなくてね、はい、昨日から気になってです秋ですね秋ですね秋ですね、はい、秋といえば勉強の秋ですね。勉強、はい、いや私にとっていつでもスポーツの秋です。いや私にとって食欲の秋でございます。食欲の秋ですか、はい、みんなね勝手にしてくださいっていういや勉強といえば、うん、お二人とも塾は行ってたけどあんまり好きじゃなかったななんて話聞きましたが、事前に友達と一緒に遊ぶために塾行ってましたよね、うん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 、でも塾に行ってた経験はあるってことで、ありますあります、はい、あります。ということで今回最初にご紹介する企業様なんですが、教える先生にはプロの講師しか使わないという強いこだわりを持ちますこちらの企業様です。アルバイトではない本当のプロが教える、そんな個別指導塾を率いる男がここにいる。徳信学院塾長一条雄一。本当の教育とは何か、本来の学習塾の在り方とは、塾イコール授業だけではもったいない。徳信学院では受験生活そのものをトータルサポート、教育のプロである講師たちが徹底的に面倒を見ます。個別指導塾は今フランチャイズによる運営とアルバイト任せの授業ばかりです。お子様の受験を素人に任せられますか。私たちはプロ講師の個別指導塾です。徳信学院塾長一条雄一に話を聞いた。まず開校のきっかけから教えていただけますか。そうですね、私がもともと大手のフランチャイズの個別指導塾というものにおりまして、うん、まあ、そこでその運営というのを、まあ、その中身というのをまあ見ていく中で、うん、やはり個別指導塾としてこれはどうなんだろうといういろいろと疑問を感じることがありまして、うん、まあ、それで思い切ってそれだったらいい塾を作ってみようということで自分で独立したのがもともとのきっかけです、うん、はい。その疑問っていうのは何だったんですか。今の個別指導塾という業界は、まあ、ほとんどがアルバイト任せです。先生方が、はい、実際はもうほとんどアルバイト任せ、学校の先生をやった経験じゃなくて、そうですね、そういうのがなくて、はい、なるほど。なのでアルバイト任せの塾、個別指導塾ではなくて、やはりもうしっかり生徒を指導できる塾を作りたいということでした、うんうん、キャリアがある人が教えた方がいいっていうようなことでしょうかね。はい、実際ちょっとご覧いただきたいんですけども、はい、まあ、今のフランチャイズの個別指導塾さんというのは、うん、例えば先生と呼ばれている人ですよね、うん、先生と呼ばれている人は、まあ、実際はもう本当に初心者でも歓迎とかですね、うん、もう短期で OK とかですね、サクッと稼げるとかですね、まあ、こういう形での先生を募集しているわけです、ね、はい、その塾運営としてどうなんだろうということをまあ問題視しています。講師大募集っていうのはそうですね、うん、いろんなケア、子供に勉強を教えてるだけでもダメでしょ。やっぱり子供たちに伸びるっていうのはやっぱりいろんな勉強の仕方もそうだけども、はい、メンタル的なこともそうです。やっぱり相談乗れるか乗れないかって言ったら、はい、難しいね。バイト生がいきなり難しいところもありますよね。そうです、ね、ですからやはり塾の先生というのはそもそもまあ、目の前に生徒がいて、その子に授業をするというだけの仕事じゃないわけです、はい、まあ、はっきり言えばそんなに素人ができるものではない難しい仕事だと思います。いやだと思うんですよね、はい、うん、はい、ただ子どもたちは塾の先生で救われるっていうところもあるんでしょうね、うん、なんか学校以外のところに行っていろんな会話ができて、会話ってできるんですか実際に先生と。やっぱりその子どもからすれば、はい、親でもない学校の先生でもない、うん、3人目の大人なので、うん、やはり安心していろんなことを話してくれる機会も多いですし、うん、実際進路指導なんかは塾の先生を頼ってくれるという場面がやっぱり多いと思います、うん、はい、そういった中で徳信学院さんでは、まあ、まさにプロの教師、はい、社員の方を起用しているということなんですよね、はい、はい、そうですね、もう結局アルバイトの先生というものと、うん、やっぱりしっかりまあ塾を運営している正社員の講師、まあ、教室長先生というのはやっぱりもう全く違うものですので。やっぱり違いますか。いや、やっぱり違います。それはもう
一つ一つが違いますけど、どんなとこ違いますかね。もう先ほど申しましたように、やっぱりその授業をするその目の前の教科だけを教えるというのが塾の仕事ではないので、結局受験指導もそうですし、学校情報も知ってなきゃいけませんし、やっぱり今までの指導経験も必要ですし、まあそういったものを全てが兼ね備えてやっぱり塾の先生なので、そこではやっぱり生徒指導において大きな違いがあると思います。やっぱりそこに来る生徒を見て、あ、今日何かあったなとか、はい、あ、これ勉強教えらんねえな今日とか、なんかあるでしょ、やっぱり恋の悩みだとかさ、はい、なんかあるでしょ、ね、えりちゃんみたいにいつもニコニコしてないですよね。もう脳天気なんだって。いや、やっぱりもう本当に小学生中学生高校生、まあ多感な時期ですので。そうですよね、やっぱりもう本当に難しいです実際、はい、そこからだって受験に入っていくっていう時は、やっぱ精神的なプレッシャーもすごいんでしょうね。そうですよね、だと思います。やっぱりしっかりした先生が指導してあげる、まあ、導いてあげるという仕組み、まあ それこそ塾なわけですから、はい、それはいい仕事だと思います。親と組むんですか、それとも親は話すんですか。まあ、保護者様とスタンスが同じであればすごく楽なんですけども、そうですよね、やっぱり保護者様とスタンスが違うということもやっぱり多々ありますので、まあ、保護者様からこうご批判いただくこともありますし、まあ、我々が保護者様に対してこうお言葉返させていただく時もありますよね、うん、はい、同じ指導者としてね、あ、まあ、もちろん全然違うジャンルなんだけど、非常に厳しい質問なのよ今のね。やっぱりそこが大変な時ありますよね。もう、あのお母さんの方がガーッと干渉しすぎちゃってガッガッ入ってくる人は、もう自分が受験生かっていうぐらいのパワーを持ってる人いるから、子供がね大変になっちゃいますよね。そうですね、我々サッカーも一緒ですわ。そうそうそう、なんでボール行かないのって、ボールに行きなさいって、いやいやいや、お母さん乗ってんね今日みたいな。そういうのあるんですよね、はい、本当に、はい、でそういうコントロールもされてるんだ。今大変な社会ですね今。そうと思います。ですからミセルさんも結局サッカー指導されてて、多分そういうところにぶつかると思うんですけども、 J リーガーになれますよねって言うから、あ、今上手ですねって言うんですよ。いや、慣れますよね、この子慣れるでしょっていうさ、そんぐらい積極的な母親いますよ。だから僕はそういう時、二言目三言目できたら目を見て、全く分かりませんって言います僕は。僕はそういう経験をしているから、今から全く分かりませんって。もしかしたら海外行ってやるような選手になるかもしれないし、もしかしたらサッカー選手にもなれないと思う。それ何ですかって言ったら、そこから説明をゆっくりこうお互いで笑いながらとか、ああそういうことねみたいな、うちの子がダメなんじゃないんだなっていう、ね、ダメなんじゃないけど、それことは全くわからない。でも、ね、高校にとか中学に合格させなきゃいけないんですもんね。そうですね。ですからもう我々もやはりこの子 A 高校に受かりますか、B 中学受かりますか、そういうことですね、やっぱり、まあ、必ず言われるので、やっぱり今のミシェルさんのお言葉じゃないですけども、やはりそれは勝負事ですから、わからないことはありますよね。いや、ただ、ほとんどね、はい、まあ、そのそれに向けて要するに正しい指導方法を取れるかどうかの問題ですので、その正しい指導方法を取れる塾かどうかが問題ですので、まあ我々はそれをやらせていただいてますよと、というつもりでおります。あ、先生やっぱり動機づけとかってあるんでしょう。やる気なくて入ってくる子いるでしょう。いますね。いますよね、はい、実際生徒の動機づけができる先生、はい、やっぱり本当にプロはそういう先生だと思ってますし、まあ私も実はもう 10年以上塾業界をやっていて、まあそれこそ授業で言ったらもう3万コマ以上の授業を担当してるんですけども、やっぱりそのやる気がない、モチベーションが低い、まあ親との意思の疎通があまりこううまくいっていない、まあいろんなお子さんいらっしゃるので、だからその中でまあ、ある目標を作ってそれに向かって挑戦させるという、そのモチベーションを与える、それに関してはやはりまあ今の自分ではある程度強みがあるんじゃないかなとは自負してます。昔の塾と最近の塾、なんかこう大きな違いってありますか。そうですね、まあやはり昔塾というと、まあ怖い先生がいたりとか、あのしっかりした授業があってというものがやはり多かったんですけども、まあ、今の個別指導塾業界というのはやはりだいぶ昔とは様相が違います。で、実際その例えばですけども、まあ
サッカー教室にですね、うん、それこそ練習場にサッカーゴールがないような状態です。塾でいうと、うん、今塾の中に教室の中にそのホワイトボードとか黒板と呼ばれる、うん、というものがないんですね。そうなんですか。そうですね。で実際その、はい、フランチャイズ塾の授業風景というのを見ていただきたいんですけども、まあ、お金の、はい、実際はこういう仕組みが今個別指導塾業界ではほとんどです、うん、で実際ホワイトボードもないわけですね、うん、黒板もない。実際どうやって授業するのかがわからないです。自分だったら授業できませんから、うん、はい、で実際これ何をやるかというと横に座って丸付けをするだけですよね、うん、それしかできないです。はい、まあ、だからこそ先ほどのお話じゃないですけども、アルバイトでも未経験でも先生ができるわけです。なるほど。実際に授業をしなさいと言われたら難しいですから、うん、難しいですよね、はい、全体の雰囲気見ながら、そうです、みんなに伝わってんのかとかね、はい、でまあ、一方我々としてはもうこういう形、必ずホワイトボードを用いて板書形式、うん、まあ、もう これこそ授業ですよね。そうですね、はい、安心するよ、はい、先生が正面に見えてさ、はい、ね、なんか知らないけどもう目と目で会話してる時もあるしさ、うん、大丈夫なのか分かるみたいなグッて言われたら、うん、あ、今のところまだまだ分かってますって、うん、なんか通じるじゃない、人間的だよね、うんうん、そうだと思います。もう実際本当に我々としてはその授業の形というのを取って、まあ、生徒にノートを取らせて、うん、まあ、それが 学力の基本ですから、うん、はい、それを、まあ、意識して運営しているというところが、まあ、今大きな違いかなと思います。最後になりますが、はい、一条さんの格言をお願いします。まあ、高校の卒業時に、まあ、尊敬する人からもらっていただいた言葉というのを常に格言にしています。で、まあ、勝利者とは我が誓いの道を最後まで歩み抜く人なりという言葉を格言に、まあ、自分でいつも言い聞かせてやっております。学習塾、個別指導塾業界を健全化できるのは徳信学院だけですので、何としても勝っていきたい。他の塾にお通いの保護者様、もし見られている方いらっしゃいましたら、もうぜひ徳信学院への移籍を考えていただきたいですし、これから、まあ、塾に通わせる保護者様いらっしゃいましたら、ぜひ、まあ、私たちの方にお問い合わせいただければと思います。一番丁寧に指導ができる塾だと思ってます。いや、安心するよね、はい、これだけ言い切れる人ってなかなかいないですね、はい、そのエネルギーを今後とも続けていってください、はい、しっかりやっていきますので。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。ミシェルさんは同じ会社でもし奥様と一緒に働くってことになったらどうですか？いや、僕はね、無理だと思います。なんで？どうしてですか？いや、何かこう仕事まで一緒だっていうのは本当は一番分かり合えてていいのかもしれないけども、それはプライベートの家庭の中で仕事まで一緒ってのは難しくないですか？なるほど。うちの父と母は仕事まで一緒だったんです。そうなんですか。いや、結局親父の通訳をお風呂はしなきゃいけないって言って、もう現場までね。もうでもステージに乗ってる親父、音楽家だったもんで、ステージに乗ってる親父のことは素晴らしいと思ってたけど、降りた瞬間からいざこざが始まるから何でも言える、なんでそういう、うん、はい、そういうお話ですか、うん、ですね、2人で二人三脚でお仕事するっていうのは、まあ、一つ素敵なことかななんて思ったりするんですけども、はい、続いてご紹介する企業様なんですが、はい、同じ会社で同じ業務をご夫婦で行っています。こちらの企業様です。相続、家族に不幸があったとき、いやおうなしに降りかかってくるさまざまな問題や手続き、初めての経験で途方に暮れてしまう方も多いはず。そんな相続に関する疑問や悩みを解決してくれる夫妻がここにいる。相続手続き支援センター、横浜駅前代表佐藤健太郎、川崎駅前代表佐藤恵理子、
全国46支部のネットワークを持つ相続手続き支援センターでは、4万8000件を超える相談件数の経験とデータを最大限に活用。100種類以上あると言われる相続の手続きをくまなく把握した相談員が、弁護士や税理士などの各専門家と連携、相続に関わる全てのことを一括して任せられるトータルサポートサービスを提供している。相続手続き支援センター、佐藤夫妻に話を聞いた。ここで改めて相続税の改正っていうのはどういった内容なのか、また問い合わせ内容どういったものが多いかっていうのをえりこさんにお伺いできればと思うんですが、はい、はい、まず相続税というのは亡くなった方の財産に対して課税される税金なんです、うん、でただ亡くなった方すべてに税金がかかるわけではなくて、財産の額が一定ラインを超えた人に限って、その超えた部分に税金がかかってくるというのが相続税なんです、うん、そこまでは認められてるんですか。そうです、超えた部分に、超えた部分だけが相続税がかかるんですが、うん、この相続税がかからない一定ラインというのが、はい、2015年からは去年までの6割に下がってしまったんです。6割、はい、じゃあかかる範囲が増えたってことですか。そうなんです、うん、これが相続税の改正なんです。なるほど、はい、でまあ、こういったことがあったので、これまでは相続税のかからなかったご家庭でも、うん、これからは相続税の心配をしなきゃいけないという方が増えてきてるんです。うーん、はい、難しくなってくるんだな。そうですね。でただその一方で、まあ、国の制度として今生きているうちに子どもや孫に財産を贈与するっていう場合の税金は逆に優遇しようという制度も合わせてできたんです。今僕は初めて聞いたよ、うん、そうです、勉強不足だから申し訳ないけど、ね、だけどね、父親が亡くなった時とか、はい、まあ、身内がね他に亡くなった時に、うん、そういう僕は直面してるから、うん、銀行行ったってすぐ下ろせないとかなんだとかって、ね、もうそうなってね、はい、ルールってね、怖いね、うん、試合中のルールはだいぶ覚えたんだけど全部覚えました、ね、いやまあ8割ぐらいでやってたけどねあれそうですか、あら、なるほどね。相続の手続きというと、先ほど宮沢さんがおっしゃられたように、はい、銀行のお金を引き出すとか、はい、あとは例えば不動産、ご自宅の名義を書き換えるとか、うん、そういったことを思い浮かべられる方が多いと思うんですけれども、はい、実は私たちがお手伝いしている相続のお手続きってそれだけではなくって、うん、意外にもこんなものもあるんです、はい、例えばこちらですね、医療費が多くかかっている方なんかは、はい、亡くなった後でもですね、うん、市役所に申請することで高額療養費といってお金が戻ってくることがあります。今までたくさん使ったからっていうことで戻ってくるんですか。はい、医療費の一部が市町村から戻ってくるという制度があるんです。それから女性に多いんですけど、デパートの積立金、ね、こちらも解約のお手続きをしないと戻ってこないんです。あとはですね、もう乗らない自動車がある場合は、ね、この任意保険というのを解約することで、うん、まあ、もうかからなくていい部分の保険料が戻ってきたり、うん、それからあとはこちらですね、確定申告、うん、特に介護認定を受けている方なんかだと確定申告をすることで税金が戻ってくるっていう場合もあるんです、うんうん、いきなり今までやってなかった人はいきなり確定申告はそうなんですよね、できないですよね、はい、でここに挙げているのはほんの一部分で、実際にお手続きを取ればお金が戻ってくるっていうものはこの他にも本当にたくさんあるんです。知らないとこれみんな戻ってこないお金ですよ。そうです。例えばデパートの積立金とか、もしですけどミシェルさんの奥様とかもしされてたとしても、はいはい、聞いてないしメモがあるわけでもなかったら分かんないですよね、うんうん、分からない、絶対分からないねしかも分かっても怒りたくなるね積み立ててんのかよって知らねえよって、まあ女性はそういうことはいいことだと思ってね、なんかの足しになればいいなんて、学費保険とかね、ああいうの助けられたもんね、本当にそんなに降りてくるのかっつって、そうですか、はい、でそれからこちらは逆に払わなくてもいいお金のストップ、こういったお手続きもあります、例えば NHK の自動引き落としを止めることであったり、うん、自動引き落としだもんね、はい、どん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 金出すだから、うん、それから年会費がかかるクレジットカード、こちらを解約したり、まあ、基本料がかかる携帯電話も同様ですよね。
それからまあ月々フィットネスクラブなんか会費がかかるものがありましたら、これも速やかに解約をすることで、まあ余分なお金を払わずに済むということになっています。こういうことをお手伝いをされているわけですね。はい、そうです。お手伝いもうお任せだな。で、まあ、これらのお手続きはほんの一例なんですけれども、こういったお手続きをきちんと取るか取らないかで数十万、それから時には数百万なんて差がつくこともあるんです。いや絶対あるよね。はい、で、これらの他にも私たちがお手伝いしている相続のお手続きというのは実は100種類以上もあって、はい、私たちが通常使っているチェックリストっていうのには108種類の相続手続きチェックリストなんていうものがあるんです。探してみたらあったっていうの嬉しいな。そうですよね。そうですね、そうですか、そんなにありますか。いやでも嬉しい反面108個もあるってなると、どれがこう相続人を立てることが必要で、どんな手続きがいるのかとか見極めやご相談ってすごい大変ですよね。はい、で、私たちはもうありとあらゆる書類からその108個の手続きのどれに該当するかっていうのを人間ドックのように診断していきます。で、当然お一人の方が108個の手続き全てに該当するなんていうことはないので、どの手続きに該当するかっていうのをまず見ていくことが必要なんです。どういった方法で、はい、はい、まずはですね、亡くなられた方のお通帳拝見して一行一行確認をしていきます。で、そうすると例えば先ほどのデパートの積立金なんかは月々何何デパートって言ってお金が落ちてると、はいはい、あ、積立金あるなっていうのはこういうことで分かります。あとは保険証券とかご自宅の権利証とか、もう本当にありとあらゆる書類を確認して、そこからその人に合った相続手続きっていうのを探り当てていくっていう作業をしています。御社ではどうしてこういったサービス提供ができるんですか。はい、私たちがこういったサービスを提供できるのには大きく2つ理由があるんです。はい、1つは私たちにはですね、相続手続きの相談員がいることなんです。はい、2つ目は私たちは相続に強い行政書士、司法書士、税理士、弁護士といった国家資格者たちとチームを組んでいるからなんです。ちょっとこちらの図をご覧いただけるでしょうか。はいはい、こちらはですね、全部で100種類以上ある相続の手続きというものを一つの円で表したものなんです。で、この円をですね、誰が手続きを担当するのかという視線で大きく2つに分けてみますと、A という手続きの部分を私たちのスタッフである相続手続きの相談員が担当していきます。B の部分をいわゆる国家資格者たちが担当していくんです。なるほど。 A という手続きには実は特徴があります。はい、その特徴といいますのは、 A の手続きは国家資格を持っていたとしても知らないとできない手続きという特徴です。もう一つはこちらの A の手続きは大変手間がかかる手続きですので、国家資格者たちが面倒だとか割に合わないだとか、そういった理由で取り扱わない手続き、こんな特徴があるんです。そして先ほどお話しした本来もらえるはずだったお金をきちんと請求してお金を返してもらうという手続きですとか、本当だったら支払わなくてもいいようなお金の支払いをきちんとストップするという手続きは、この A に含まれている手続きなんです。面倒だ手間がかかる方に入ってるわけですね。そうですね。なるほど。そして相続の手続きの中には、法律によって国家資格を持っていないと手続きを代行できないといったものもあるんです。これが B の手続きです。そしてこの B の手続きについては、私たちのチームメンバーである国家資格者たちがお手続きを代行していくようなサポート体制になっているんです。相談員の方っていうのは、はいはい、専門的な方々のところにはいらっしゃらないんですかね。そうですね。はい、専門員がきちんと育つ環境というのは手前味噌ですけれども、
私たちセンターだけではないかなというふうに思っています。どうして？どうした？はい、この大事なことを身につけようとすると、それにはですね、圧倒的な過去のご相談の経験と実績と情報が必要なんですよ。そうすると、そうか、個人でやってるところとか小規模でやってるような相続手続き支援の会社ですと、どうしても実績経験値っていうのが上がっていかないので、相談員が育っていかないんですよ。そうか、いつも同じことだけ繰り返してるとか、そういうケースがないわけだ、そんな多くね。そうなんです、100個もの手続きを体験するこう機会がないんですね。それに対して私ども相続手続き支援センターというのが全国的な組織で行っていますので、そういった経験を全国の相談員たちできちんと共有するシステムを持っているんです。ああ、なるほど、研修とかそういうことですか。はい、ですから相談員としてお客様の手続きをきちんとサポートしていくことに必要な大事なことを身につけられるんですね。はい、ご夫婦で、ね、大変ですね。それぞれご相談乗られてるご家族とか、はい、たくさんいらっしゃいますよね。はい、こんなケースどうだったっていう、こういうケースがあるんだけどってここで確認できますよね。あ、もういつもお互いが言ってます。そうですよね、はい、間違いなくそうだよね。はい、あ、でも身近に相談相手がいるっていうのはいいことかもしれないですね。もうさ、ご主人がさ、はい、説明してる時の奥様のそのまあ可愛いことね。まあこうやって心配そうな顔してたんじゃないか。いやいやいや、本当にね、それがモテる男じゃないですか。ね、いや本当ね、本当ね。でたまに俺の視線があるわけよ。はい、頑張ってる頑張ってる頑張ってる。じゃ最後になりますが、健太郎さんの格言をお願いします。はい、格言はですね、なせばなる、なさねばならぬ、何事もならぬは人のなさるなりけり。これを格言に頑張っております。あ、今後とも我々を助けてください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。心の報酬とは、例えば役立ち感であり、成長であり、チームの絆です。こうした心の報酬を受け取った従業員たちは、毎日ワクワクした気持ちで仕事に取り組み、人に指示されなくても自ら動き出してくれます。今週のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら。社員もパートも自ら動き出す心の報酬の与え方。この本を書いたのは中翔子さん。時給760円のパートから3年で店長に昇格、売上を3倍にした中さんが、ワクワクをキーワードに働く喜びを軸にした人材育成術を紹介した一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。